だったんですと腕だけの力なんて、こういう感じなんです。若干かかとは上がってきました。で、そんでもさすがにこのかかと腕とか連動してくるので非常に高級なものとなるので、私は一切ウエイトトレーニングのためにはやっていません。ただ、適度に広がり、背中に張りができてきます。で、介護技術を行うと、行っていることは普通に考えて、結構あの主催者の方もガチな質問をで、ここからなんですが、かなり重度の方っていうのは普通ですと、何も知らない人ですとこのままよいしょ。人間って起きてくるときってまっすぐ、重度の方でも引き出すということで手はまっすぐ下げることができます。で、ここから自分はお尻と後ろに回り込む。普通ですとこのままどっこいしょってなっちゃうんですよ。で、自分だけ痛めるだけじゃなくて相手の方、手の甲をかいて手首をかいて背中と腕と連動するってばっかりで一向に立ち上がってこないんですよ。酔っ払ったお父さんは現行構成足して2で割ると斜め45度ということで、相手と自分を形成するように立ち上がるって感じです。で、実際に行っています。保ちながらゆっくりと倒れていきます。ちょっとスーッとこう立ち上がってやってみたいんですが、まあ、今のは立ち上がっただけだったんで、この車椅子に移動して、じゃあいよいよこう、後ろを向いてこう、こう倒れちゃった車椅子がずり落ちたとか、そういうシチュエーションですね。また転倒した人をそのままダイレクトにっていう。で、両腕を下に、まあ、全然こう、手伝ってくれてないんで、こう江戸時代の拷問。立ち上がる時っていうのは前傾して腰を浮かしてくるんですよ。で、そのタイミングで、ここからですね、膝から落とした垂直線車椅子を引いてくると、です。どうもありがとうございます。肩を抜く時も、こうじゃないですね。で、両股関節で、非常にこう合理的に運動理論として、運動理論の実践かなと、思いました。まあ、東京は今、いろんなところに見られていますので、まあ、その一つが古武術でもあるんじゃないかなと、思います。まあ、後々、シチュエーションで、この技術深めのパートをここで示させていただきます。なあ、テクノロジーを利用し、乗り降り、そう、それが福祉車両です。福祉、ただいま、司会者が福祉車両の広報イベントにご参加いただきましたこと、には3つの対策がございまして、まず1つ目は、再現シートですが、こちらは助手席が、シートへの移動をサポートする商品です。こちらの方、足腰がちょっと弱って、電動で、回転してですね、外へ走に照合しますので、車椅子からの、まあ、引っ張り、引っ張りができます、できる構成がございます。ちなみにこちらの商品は、あるいはリフターを使いまして、室内に運転が、自ら運転できるように、運転補助装置を付けた、右足が、左足アクセルをつけまして、これは回転シートですがまして、シートを室内に介護する方をシートに移動し、そして乗り込むときに足がボディに当たりますので、次、昇降シートします。また、ルームの高い足をかけまして、次、アームレストも元の状態に戻しまして、手動でスロープを動いてもらうんですが、女性の力ではなかなか操作と、電動ウィンチで、まして、レバーを解除しまして、ウィンチで車椅子を引き上げて、室内に楽に行きます。リフト対策、こちらのリフターにですね、車椅子をして、同じように。次は水平方向にリフターがスライドして、販売実績についてご紹介させていただきます。ことをご紹介させていただきます。体の動きを見ますと、解除する方、解除だったんですよ。で、10年ほど高齢者の方も、またダンスこういうのが大変なんですけど、車両の場合ですと、はい、ありがとうございます。では実際に実演をしていただいてもいいですか。相手の動ける方。動きを存分に引き出すっていうことで、ただこういった短時間の場ですと、そうです。動けない。で、普通ですと、まあ、膝真ん中に腕だけの力になっているので、先ほど言ったようにこう背中と腕
で立ち上がりの延長線として肩やりが完了し、戻して昇降してですね。で、これはあくまでも期日によって、まあ、本当でしたら、まあ、こちらあの巻き側っていうことなんで、写真の手首を返して、うん、背中と腕と連動させて前傾して腰がここですね、自分がしっかりと腰を下ろしていった結果の、中西さんです。車の販売をご名ご紹介をさせていただきます。ご覧ください。鈴木さんは車椅子移動車を購入されました。息子さんをご紹介いたします。福祉車両があるということと、福祉車両のことは、あのまたあの自動車メーカーによってあの展示場を持っているあの会社さんもあってですね、そこに今日を、メーカーで用意してますんで、ちょっと時間かかるかもしれませんが、その、はい、であの基本的にあのいわゆるあのあの点検してもあの使っていただけるようなそういう体制、まず一つではありませんので、普通の運転免許をしますが、そういう装置がついているものですから、基本的にはご連絡していただければ、これはあの各自治体、はい、ありがとうございます。展示しております。もしまた後ほどご質問お待ちしております。この後はお手元の取材